えー、老,人老人の数が増える以上、老人福祉も縮小せざるを得ないという意見に賛同します。ただ今から老人福祉を減らす政策を進めた場合、老人福祉の縮小で最も割を食うのは、生まれてから不利益ばっかり受けてきた氷河期世代なのではという概然性に気づきました。過去1970年生まれだと、氷河期初期世代に該当したりするので、8年後には還暦です、えー。個人の努力では何ともならなかった人も多い、氷河期世代をさらに苦しめるのはひどすぎませんか。しょうがないです。僕も氷河期世代ですけど、あの誰かが割を食うんですよ。 で誰かが割を食わなければいけないよねっていうところでいくとその氷河期世代って若いいうちも割を食いましたで高齢者になっても割を食うっていうのであの全く報われないままだったんですけどただあの今からでも報われないというのは変わりません。 要はその若い世代に向からなかったのも変わらないし、で、その高齢者に対して、例えばあの、後期高齢者に対する窓口負担が増えましたっていうのも、あの、麻生さんが決めて菅政権の時に確かやったと思うんですけど、っていうのもあるので、結局じゃあその氷河期世代の人たちが高齢ちゃん時に、じゃあなんか自分たちの親の恵まれ具合に比べるときついよねっていうのは変わらないと思うんですよ。 なので氷河期世代がもし報われる部分があるとすると若いうちにも苦労したけど俺たちは高齢者になった時もその負担を受け入れるぜっていうのでその名誉だけはもらうただ生活とかはめちゃめちゃ苦しい世代でした。 っていうので、氷河期世代の人たちありがとうって、自分たちより若い世代に思ってもらえるっていうのはあると思うので、なので僕は氷河期世代が老人育長を減らすっていうのを、真に受ける世代でいいんじゃないかなと思ってます。氷河期世代の中の一人として、はい。誰かがそれをその受けなきゃいけないんですよ。でうん まあ、若い人がじゃあそのどんどん苦労していくってなるとまたんん子供もどんどん減っててじゃあ日本存続しなくなるよねっていうのはえっと来年日本人の子供が80万人切るのがほぼ確定らしいんですよねあ今年か今年80万人切るのがほぼ確定でで予想よりも8年早く日本の人口の減少が始まっているということになってるらしいんですよねなのでそうするともう あの若者の負担を増やそうというのをやってしまうと結果として日本という国が まあ、外国人どんどん増え,すぎ増えまくって日本人というのが少なくなりましたよねっていうそのトランプ市場しているアメリカ白人の考え方みたいな形になるかそれとも人口どんどん減ってって移民もいなくて経済もどんどん縮小していってなんか東南アジアの微妙な国っていうポジションになるのかどちらにしろ今皆さんが生活しているような日本というのを豊かな状況というのはもう維持できないのはほぼ確定してます。 なのでどっかの世代が不運を受け入れることでまだ豊かな日本というのが維持できる可能性はありますで残念ながら氷河期世代より上の世代というのはその不運を受け入れる気は全くありませんでした。 要は <laughs> その自民党を支持してあの高齢者層というのをその人を評伝にして高齢者が豊かな社会というのを維持するというのを選び続けた世代があの今の60代70代の世代ですその人たちは日本のこの先を良くしたいというのは残念ながら思ってませんなので今の日本というのは自民党はその方向でずっと動いていますなので逃げ切り世代はもう逃げ切り世代として確定したので逃げ切りじゃない世代ですよ僕たちは。 っていうのを言える世代というのは今50代の人たち40代の人たち氷河期世代と氷河期世代のもっと前その前のね今50代の人たちがまだ俺たちは握りじゃないです責任取れますなので俺たちは高齢者になったとしても苦労しますよそれは将来の日本のためですよっていう覚悟が言える世代なので50代の人たちが僕ら40代の氷河期世代のどこかがやらなければいけないんじゃないかなと思っています。